皆さんこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターシールド、ついにチャンピオンダンデとの戦いが始まると思います。多分ね。ついに決勝だ、ダイダラ選手。さあ、みんながみんな俺をね、応援してくれるのが出待ちでしたね、今のは。さあ、シュートスタジアムまで行っちゃおうかね。ちょモノレールで行きましょう。電車乗ってシュートスタジアムへ行ってきます。さあ、電車の中でも声かけられるのが、ダイダラ頑張れよ、お前はナンバーワンだぞってね、ダンデのね、無敗記録をぶっ壊せってね、多分ね、いろんなね、あの声かけられてるんでしょ。雨がでかいな、今の。びっくりした。みんな頑張るよ、ドキドキする。ダイダラだ、おお、エルダン、いつも応援してくれる子ちゃんでね。負けんなよー、ダイダラ選手、ゴーファイト、最強、最高、素敵、ダイダラ、サインあげますよ。はい、ダイダラ。皆さん頑張ります、応援してくださいね、よろしくお願いします。決勝戦、みんながあなたを見ていますよ、頑張ります。ダンデさんに勝つトレーナーを初めて見るかもしれません。それね、勝っちゃうがよ、俺は。伝説に世界を取りに行こう。フレーフレー、ダイダラダイダラ、ダンデに勝てよーってね。ボルボルー、もうボルボルはいつも応援してくれる子ちゃん。ついに決勝、ここまで来たら勝つでしょ、勝つしかないのよ、ダイダラ。無敵のダンデを倒して新時代を切り開いてね。この子ずっと応援してくれるいい子だね、ほんと。さあ、頑張りますかね、ほんと。決勝戦だ、世界が見守る。握手してください、どうぞ、よろしくな。ありがとう、握手絶対渡せません。この子はあれ、大きくなったら挑んできてな、チャンピオンバトルに。今回もチャンピオンの連勝記録更新だろ、なわけねえだろ。俺が勝つよ、ダイダー選手はバガラス。いつもそれだな、あんた。オッケー、ちょっとレポート書くね。では挑みましょうか、チャンピオンとの決勝戦、チャンピオンマッチですね。ダンデさんに挑まれますか。勝ちます。ではユニフォームに着替えてバトルコートへお迎えください。やべえ、チャンピオンマッチ、ダンデに勝つのは俺だ。ダンデ、ダンデ、我らのチャンピオン。誰から行く、無限ダイナは結局パーティーに入れてません。まあ様子見だよね、最初は。まあ、リボンがやっぱ先鋒として使えるけど、やっぱ武行かな、最初は。幅広い攻撃の範囲がある武行から行こうと思います。リザードン対策と、サルノリだっけ、あいつの進化系対策は武行で、武行はダメだ。いけるかな、全部いけるか。で、武行は大体いけるので、武行で行きましょう。頑張ろう。ダイダラ、ダイダラ、ダイダラ、やっちまえ、チャンピオン、うん、負けるんだ、ダイダラ、ダイダラ。頑張ろう、いろんな人が応援してくれてる、いろんな人が見てくれてる。ねえ、これを見てる君たちも応援してくれ。チャンピオンに勝つのは俺だ。ドキドキしてきた。俺の試合はいつも満員になる。自慢ですね、これ。だがスタジアムのみんながこれほど熱狂しているのは初めてだ。みんなが3日前のダイダラの大活躍、無限ダイナを捕らえ、ガラル地方の未来を守ったことを知ってるからな。ニュースとかで流れてたんかな。伝説のポケモン、ザシャンとザマゼンタと共に戦った英雄。俺の無敗記録を伸ばすのに持ってくるのチャレンジャーだ。負けるかもしれんぞ。ちなみにその英雄はね、ホップも英雄だからね。最強のチャレンジャーの強さを引き出した上で、圧倒的に叩き潰してこそ、チャンピオンの強さが際立つ。さあ、ダイダラ。ガラル地方の歴史に残る、いや、ガラルの歴史を変える極上の決勝戦にするぜ。チャンピオンタイムを楽しめ。いつものポーズ、パフォーマーだな、ダンデは。絶対倒してやっからな。チャンピオンタイムかっこいいよね。俺も今後使っていこう。行くぜ、チャンピオンダンデ。旅の始まりからずっとね、応援してくれてた。ね、ホップの兄であり、ね、なんだろう、チャンピオン。俺のね、なんか俺を育ててくれた人でもあるからな。かっけえ、マント抜いたんで。ギルガルド、ポケットモンスター、ね、ソードシールドにぴったりのポケモン。ポケットモンスターギルガルドって言われてたもんね、最初。観客を熱狂させるのも、チャンピオンが果たすべき役割だ。さあ、ギルガルド、ゴーストの鋼タイプ。炎の無知、噛み砕くが多分抜群なんだけど、物理攻撃が結構きついよね。まあ、とりあえず無知行きましょう。キングシールド出た。
うわ、だめ、キングシールド。これってなんか、殴られて受けると、俺の能力下げられんだっけ。いや、白い煙、でも下がらない。やった。ムチ、もう一回行きましょう。さあ、ムチ。ペチン。さあ、抜群取って。さあ、向こうの能力下げる、下がらない?効果抜群。君たちならば、当然の攻撃だ。やっぱ、ホップみたいなこと言うな。バトルスイッチ。攻撃にするとき、モードが変わる。フォルムチェンジ。シャドボー!あんま効かへんやろ、多分。怖い。いや、効くな、結構。半分持ってかれた。とりあえず炎の道。倒しましょう。バトルスイッチ。またキングシールドか、これ。まあ、問題ないでしょ、キングシールド。遅延行為ですよ、チャンピオン。それは。問題ない。こっちはね、白い煙で下がらない。強いからね。敵レベル、ってか、レベル62じゃん、今見たら。高っ高っ、それ。待って、俺のマックスレベル58なんだけど。ちょっと。やばいっすね、これ。レベルの暴力が来てる。さ、ちょっと回復。これ少しアイテムも使っていかないと勝てなさそうですね。ドサイドン!ドン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 ドサイドン!ナキムシング行きましょう。これドサイドンは岩と、地面なのかな?で水でさっさと落としましょうが。素早さもそんな高くないので、サクッとやれると思いますよ。ドサイドン!で、ドサイドン、水食らうよね。鋼入ってるこいつって。わかんねえ。格闘の方がいいのか。いや、とりあえず狙い撃ちしよう。ね、タイプはちょっといまいちわからんからな。パキューン!ほら!よし、一撃!レベル 64! やば!ま、でも一撃倒せる。さすが俺の相棒。よし。俺たちはね、戦えば戦うほど強くなっていく。仲間のレベルもどんどん上がっていくからな。ね、レベル差で負けていても、タイプ相性、ね、などなどで勝っていこう。ドラパルド!ドラパルドって何?ドラパルドって何?ドラ、毒タイプ。ドラパルド。待って、わかんない。お嬢行こう、お嬢。ドラパルド。誰だ、こいつ。先生、地面タイプ。ね、お嬢、登場。お嬢。誰だ、こいつ。ドラパルド。何、こいつ。ゴーストタイプか、こいつ。なんか早いポケモンだっけこれ。わかんねえ。ちょ、待って。いや、ゴーストだったらやばいじゃん、それされたら。待てよ。待って、これ、今回わかんな、ドラパルド。何、特殊か物理かもわかんねえからな。鬼火は、うわ、これ失敗したな、マジで。マジで失敗。空飛んでるから多分効かないやろ、多分。ね。とりあえず鬼火しとくか、一回。シャドボ、うわー、特殊アタッカーだったか。抜群。お嬢は大ダメージ。効果抜群を狙い、勝利を手繰り寄せる。しゃない。これはお嬢は、死んで。うわ、当たらんのか、それ。マジか、お嬢。やられ損やん、これ。きっついなー。いや、来い、このまま。シャドボ、受けよう。いや、今回はチャンピオン、君の勝ちだ。お嬢がやられちゃった。結構エースやったのにな、お嬢は。耐久ポケモンなのに。さあ、どうしよっかな。いや、困ったな、これ。とりあえず、泣き虫シング行くか。凍える風打って、行こうと思います。こいつな、一段階素早さ下げたら抜けるかなと、勝手に思ってるので。不意打ちとんぼ返り。ゴーストタイプしかわかんねえんだよね。だから、ドラゴンかな、このドラって。ね。多分そうだと思うんだよね。毒かもしれんけど。10万ボルトはお前ずるいわ!おー、耐えた!ありがとう、マヒッタヤンケモン!待って、痺れて動けない。おー、ほう。待て。これはやばいって!やばいって、それ!おい!相性!まずいな、これ。ちょっと待って、これ、今回ね、道具ガンガン使っていこうと思います。これは勝たねばならない。元気の塊使ってもお嬢即でやられるからな。奉行がね、多分ね、いけると思うんだよね、奉行。すごい傷薬、6個ある。奉行が、君にかかってる。で、泣き虫がもう麻痺ってしまったから、
もう一旦諦めよう。回復の薬使ったところで10万ボルトでやられるので。くそ、俺のエースポケモン。マジか、素早さ下げれんかったみたいな。電気と、なんで今の技見えたのか。電気とゴーストタイプの技、武器行きましょう。水タイプの可能性もあるぞ、こいつ。わかんねえ。電気ゴースト？待って、ドラゴンか、ドラゴンゴースト、毒ゴースト、電気ゴーストのどれか。いや、これはね、どう戦おうか。噛み砕く、まあ、ゴーストやったら噛み砕くでいいか。シャドボ大丈夫やろ、これは。半分ぐらい残るやろ。全然残った。よし。噛み砕く！いけ！うおーっす！これ勝てるぞ、勝てる。勝てる。キャッツは落とせる。このドラパルド。武行マジ最高。俺のエースポケモン、カブさんになるわ、俺将来。俺、炎のジムリーダーになる。カブさん、よろしくお願いします。いや、チャンピオンでいいや、俺。行く。ジムリーダーより上になんなきゃ。そうだ、目指すはてっぺん。さあ、ドラパルド。撃破です。さあ、次。武行マジ頑張った。よし、リボンもレベルアップ。次。オノノクスってお前マジでドラゴン。ドラゴン入れ替えますね。オノノクスはやばいわ。ちょ、待って。潔癖でいいじゃん、これ。来た。ドラゴン単体だよね。違ったっけ？いけ、潔癖。フェアリータイプ入れててよかった。なんかドラゴン系っていうか多いね。やっぱ、強いポケモン使ってくんだね。型破りだね。大丈夫、分かってこいや。とりあえずマジカルシャイン行きましょう。アイアンテール、うおー、当たらなかった、ありがとう。神回避、いけ、半分。アイアンテール一発耐えたらいけるじゃん。避けろ。くっ、痛い、耐えろ。大変かったか、マジか。オノノクス、俺のポケモン勝てるか、これで。さあ、リボン出しましょう。リボンがやられたらもう正直言ってやばい。レベル差な。素早さもね、オノノクス早いんだよね。それに抜かれてるんだろうな、多分。爆音波行きましょう。地震、雷。うわ、地震4倍やって、おーい、強すぎる。ちょっと待ってくれ、負ける、これは負ける。待ってくれ。ちょっと落ち着いてくれ。これね、一旦武行を出して回復の薬使いましょう。素早さ早い。回復じゃないわ、あれ、元気の塊使わないとこれ勝てない。塊、元気の塊と思ってる、これかけらしかないかな。塊を、泣き虫インクから素早さ勝ってそうなポケモンに使わないときついわ、これで。多分地震やろ、これ。激鱗か。あ、激鱗だったら、ちょっと待って、フェアリーで受けれたなぁ。フェアリーで受けるか、これ。いや、もう無理でしょ。田中佐藤死んじゃうもんな、これ。素早さ抜いてなかったら割と負けるんだよね、これ。マジで。素早さ抜いてなかったら負けるよね、これ。普通に。勝てるでしょ。いや、でも、種族値、オノノクスってね、90後半くらいなかったっけ？高かったよね。これダイマックス使うか。いや、ダイマックス使うの早いわ、まだ。焦げる風行こう。抜いてること、井上。よし、抜いてた、いいぞ。風で、落ちて、よし、よかった、勝てるぞ。まだいける。あと2匹。サルノリとリザードンだろ、多分あと。ゴリランダー、こいつだ。こいつがサルだ。入れ替える。ゴリランダー、草タイプ単体かな、多分。うわ、まあ、田中佐藤がな、ここは。田中佐藤で行くしかない、ここは。どんな技してくるか分かんないけど、草遠回りやからギリギリ耐えられるでしょ。ゴリラ、どんなポケモンなんですかね。サルノリの最終進化系。太鼓の達人してるぞ、こいつ。なあ、腹太鼓すんじゃん。腹太鼓じゃないよ、普通に太鼓やん、それ。草単体ってこと考えると、キーバーで氷狙うか。素早さ早いのかな、わかんねえよな。こんな行けばいこう。
10万馬力痛い、草タイプの技です。大丈夫、ガブッチョ。よし、いいね。これこれ、ここらん、これ眼風でいいな。素早さ抜こう。これで10万馬力、痛い。大丈夫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 、全然大丈夫。全然効かんわろた。素早さ下げて牙で落とせるかな、これで。ね、行こう。落とせ落とせ、いけ。いや、耐えやがったこいつ。ひるんで技が出せない。神様はいる牙。よし、さあゴリランダー落とした。残ってるポケモンはリザードンのみ。追い詰めたぜチャンピオン。ギキやべ、田中だと今お前噛み砕く覚えたんか。そりゃもっと早く覚えてほしかった。ナイス、噛み砕く。泣き虫レベル59、だいぶ上がったね。リザードン、ラストポケモン入れ替えましょう。これしかねえ。タイプは勝ってる、相性はバッチリ。これで落とさなきゃマジ負ける。その戦い行きましょう。ひでりされたらマジ詰むんだけど、ただひでりだけはやめてください。まだまだチャンピオンタイムは終わらない、終わらせない。リザードン、レベル高っ。おい、高すぎるだろレベル。ダイマックスからの大ストリーム行きましょうか。頼むぜマジで、おいで。泣き虫ング、旅の始まり、チャンピオンからもらったポケモン、君で決着をつけたい。インテリオン頼むよ。リザードンの本気を見せよう、巨大マックスタイム。リザードンの巨大マックス、リザードン巨大マックスだからなんか姿変わんだよね。わーわー、あーな、強そう。翼が燃えてるんだけど。やべえ、迫力やべえ。どうすんだこれ。さあこっちで大ストリーム、先に打たせてもらうぞ。落ちてこれでいけ。いやー、耐えたこいつ。でも素早さ勝ってるからいけるでしょ、いけるでしょ、勝てるでしょこれ。雨が降り、炎の技の威力は半減。大草原、ちょっと待ってお前、え、やばい、怖い。うおー、死んだー、死んだ、待って。嘘だろー、泣き虫イング、チャンピオンのポケモンに敗北。敗北、うお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 、田中佐藤、田中佐藤では素早さ勝てないから。いや、みんな大丈夫大丈夫大丈夫、落ち着け落ち着け落ち着け、みんな大丈夫だ大丈夫だ、まだまだまだ大丈夫、まだ大丈夫、本当に。え、待って、まだ僕は無理無理無理、冷静に戦え、バック。まだまだ俺たちには回復アイテムがある、回復アイテム、元気の塊がある。元気の塊をこれで泣き虫インクに使おうな。大丈夫大丈夫、絶対大丈夫、絶対大丈夫だから。大草原、なんで草タイプの技使うの、やめてよ。待って、これやばいな。でも素早さ、え、ダイマックスって能力上がるの、俺それだけ怖いんだけど。え、ダイマックス能力上がらないよね、上がらないよ、上がるの、ヒットポイントだけじゃないの。素早さ上がられたら俺負けじゃない、不意打ちするか、不意打ち、不意打ちでもいけるよね。狙い撃ちが素早さ負けてたら俺負けちゃうんだけど、不意打ちだったらこの殴れるんだよね。ただ特殊アタッカーであるインテリオンね、泣き虫シングなのでどうなるか。あ、これターンスン出るんだ、ここ。そ、向こうのリザードン、体力能力っていう見えないのこれ。最後の判断、この判断で全てが決まる。いや、スライダー勝ってるでしょ、雨だし。これで確実に決めるしかないよね。ね、怖い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 、これ負けたくないもん、負けたくないもんな。絶対この判断間違うなよ。
でも見てるみんなはもう分かってるかもしれない、勝ってるぞって思ってるかもしれないけど、負けてるぞって思うかもしれない、不意打ちだろ、狙い打ちだろ皆さんね、待てよ、俺の今までの人生経験を生かして戦え、狙い撃ちでいける、いけ、よかったそれさ勝ってた、よし、いい、勝てたぜ、ダンゼ、お前の連勝記録はここで終わりだ。あぶねー、チャンピオンダンデとの戦いに勝った、めっちゃ喜んでる。チャンピオンタイムイズオーバー、最高の試合にありがとうだ。すげえな、負けてこんな、うわ、ねえ、めっちゃ悔しそうやったけど、その後にかって笑えたのがやっぱホップになんか近い感じがするよね。兄弟だなって、悔しそうだけどやっぱ喜んでくれるっていうねえええやつやな、この兄弟。さあこれで殿堂入りですかね、僕。あ、なんかめっちゃ、あ、ママも来てくれてたんだ。ダイダラくん、おめでとう。無敵のチャンピオンを倒した。君が新しいチャンピオンだ。君という素晴らしすぎるポケモントレーナーを心の底から称賛する。めっちゃギリギリやった今回。俺初めてかけら使ったもん。塊が元気の塊。君が強くなった今、俺も未来のことを考えよう。未来につながる今現在を俺たち大人もより良くする。さあダイダラ、これからも自分自身とパートナーのポケモンを信じて突き進めね。オップもビートもマリーちゃんも自分たちが望む明るい未来を作るため、俺がチャンピオンでガラルのみんなのね伝説作っていくか、新しい伝説が生まれた。ダイダラー、俺だーやったすごい力を持つものならどんな未来でも描けるだろう。ダイダラが見せてくれる未来、みんなで楽しみにしようぜ。もう最高のチャンピオンやダンデさん。かつてここまでこのチャンピオンバトル盛り上がったことがあったろうかそしてチャンピオンこんなに強かったことがねえあったかって、白名ぐらいの衝撃ですね、この強さ。めっちゃ強かった、レベルこんなにも足り、俺ストーリーさ普通にね道中のトレーナーほぼ全部倒してポケモンもねある程度捕まえて進んだんですけど、それでもねこんなレベルが若干足りてないかっていうぐらい、敵のレベルチャンピオンだけだけどね強かったっすね。めちゃくちゃ半端ねえ。いやーでもほんといろんなポケモンみんながね、みんないい働きしてくれたよ最後の最後。あのゴリラのやつ強かったね田中佐藤がねやっぱでも結構頑張ってくれたなっていうのがね今回のね戦いの中ですごいある。田中佐藤がねゴリラ、あの氷の牙でひるませてね死なずに倒してくれたから、なんとか最後ね大草原だっけ、あれ食らって泣き虫信号落とされたけどね、元気の塊で復活して倒すことができたっていう、ね、のがありました。もう実質運で勝ちました、ね、チャンピオン。もう本当は負けてたと思う。やっぱでもねやっぱその勝利をね手繰り寄せた俺がね掴んだっていうのは、やっぱこの観客のみんなの応援とか見てくれるみんなの応援が多分みんなも頑張れって言ってくれたんじゃないかなと勝手に思っております。いや本当に勝ててよかった。いやポケットモンスターソードシールド、でもやっぱまだね終わってないんだよね。伝説のポケモンゲットしてないじゃないですか今回。名前がまだ覚えてないザシアンとかだっけね、とかゲットしてないので、多分ねこのクリア後にゲットのお話とかね、その後のお話とかもあるのかなと思います。昔のポケモンとかだったらね、そのストーリークリア後にジムリーダーが強くなったりとか、
四天王がいたんだけど、四天王とかが強くなったり、チャンピオンが強くなったりとかね、自分がチャンピオンで挑戦者を受けるとか、なんかいろんなのがあったんですけど、今回のねポケットモンスターソードシールドもそんなのがあるんでしょうかね。もちろんねクリア後とかも今後やっていきます。もう対戦とかねやってる方とかもたくさんいると思うんですけど、対戦とかもねある程度は結構対戦下手くそなんですよ。まあ見てたらわかると思うんですけど、でレートバトルとかね、そういう結構対人戦苦手なんで、あまりね上手くないかもしれないですけど、ある程度やったりとかね、として頑張れるところまでは頑張っていきたいと思います。とりあえず今回このストーリーを終えて作りたいなと思うポケモンはいっぱいいたと思う。皆さんもね見てて、このポケモンいいなとか強いなとかいたと思うんだけど、やっぱなんかジムリーダーがそれぞれ使ってたポケモンやっぱ使いたいですよね。キバナさんのジュラルドンとか、カブさん使った丸役で今使ってますね、あの奉行ですとか、なんだろう、凍ってたペンギンのやつね、頭髪の毛一本生えてるペンギンみたいな、ミミッキュみたいなやつで一発耐えるアイスとかさあのサニーゴのゴーストタイプのやつ、あいつなんか力吸い取ってさ全回復したやべえやついたじゃん、あいつとか。なんかもう新ポケモンまだわからないし、わかんなくてだけど強いポケモンがいっぱいいたよね。どん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 ね俺は作っていきたいと思います。そしてやっぱあれもだ、あの最後にねチャンピオンが使ってたあのゴーストタイプのゴーストドラゴンがゴースト毒がゴースト電気かなんかわかんないけど、あいつあのめっちゃ速いやつ浮いてたやつね、あれとかも作りたいなと、ドラなんとかもう作りたいなと思います。いや捕まえたいな。でもやっぱなんかソード限定モンスターとか、あとシールド限定モンスターとかもいるからね、図鑑もねまだまだ完成できないのでね、しっかり完成できるように頑張っていきたいと思います。さあなんかもうめちゃめちゃ喋ってたらもうエンディングロール終わっちゃった。サンキューエブリワン、みんなありがとう最後ウールーかよここ野郎さんのねジムチャレンジかな一匹遅れてます。はい、ということで、これでとりあえず、終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。めちゃんこおもろかったポケモン。